こんにちは、自由のミロです。3月14日、本日のフロケア TV を始めます。今日は黒木華さんや五木ひろしさんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方、おめでとうございます。さて、本日は狐ストリートビュー360度を見渡せるお部屋、対応しているお部屋、また VR もですね、追加しましたので、そちらをご紹介させていただきます。はい、その物件ですね、はい、レオパレスの物件、ロフト付きですね。富士吉田にロフト付き、2つあるんですけどね、そちらの中ではレオパレス辰ヶ丘西という物件ですね。はい、ちょっと見てみましょうか。はい、こちらは360度天井からですね、床まで見える。しかも移動ができちゃいます。間取りからもですね、移動することもできます。ちょっと邪魔だったら、クリックすると、あ、読み込み中です ね、間取りも縮小拡大ができます。はい、ロフトがついてますからね、天井が非常に高い、非常に開放的な物件ですね。はい、収納以外にもですね、こう家具家電がついてます。テーブル、椅子、セコンもありますね。エアコン、液晶テレビ、大きいですね、窓。はい、ロフトに上がってみましょう。ロフトも結構広々してますよね。はい、なんで思ったよりも広く暮らせると思いますね。また動画なんかもあります。サクッと見たい方は写真50枚くらいあるんですかね、あれ参考にしていただければと思います。ちょっとマイナス点を言うと、西向きというところと、道路がちょっと狭いかなというところですね。はい、気になった方はチェックしていただければと思います。はい、今日ご紹介させていただいた物件はこちら、その動画はこちら、クリックで見ることができますので、気になった方はチェックしていただければと思います。では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。